陶芸家の渡辺拓磨です。今日は何作って何食べようか。2023年上半期グループ展個展のお知らせ。備前の騎手たち2023はかまどホールにて現在開催中。搬入前日に準備をします。まずはリストの作成。今回は器プラス個人の仕事をチョイス。会期前のおなじみの光景。リストは作品名、価格、サイズを記載。展覧会の趣旨に応じて物をチョイス。小生の景色で言えばインベテ、形で言えば未来の化石。梱包します。車で持ち込み搬入のためしっかりしたケースに入れます。新聞紙でくるんで隙間なく詰める。シンプルな形、重いものは下側へ、エッジがあったり危険な形のものは上側へ。どんどん詰めていきますが、夜も更けてゆく。翌朝朝早くから移動、瀬戸大橋を渡って香川県坂出へ向かいます。橋の上から小さな漁船が見えます。坂出人工土地が見えてくると目的地はすぐ駅南側のかまどホール、桜が出迎えてくれました。到着するとすぐに展示作業、会場前に展示を終わらせます。昨夜梱包したものをどんどん出していく。包んだりほどいたり、見やすいように並べ替えて完了。出品作家のご紹介。この展覧会は今回で12回目。毎年春のこの時期にかまどホールにて開催させていただいております。出品者の顔ぶれが多彩なのがこのグループ展の特徴。備前生まれ備前育ちの作家、陶芸家夫婦、陶芸家兄弟、また自分のように県外からやってきた陶芸家、さまざまなタイプの陶芸家が毎回10名前後で展覧会を行っています。それぞれに目指す方向性が違うので、結果として多種多様な備前焼があります。伝統的な形、現代的な形、普段使いの器、ちょっといい日に使いたい器など、さまざまなアイテムがあります。また作家の家に咲く花を持ってきて作家自身が生けるので、それも見どころの一つになっているかと思います。個人的に春はうどんから。グループ展備前の騎手たち2023はかまどホールに来て4月23日まで。イベントも企画しております。詳しくはこちら。4月中旬から5月末まではリレー展、備前焼作家集団ケラモス、岡山県和気郡和気町で開催されます。メンバーが順番に個展をやっていく形式。ゴールデンウィークには全体のグループ展を開催します。そして会期中に自分の個展も。タイトルは未来の化石。5月6日から12日まで開催。会期中のイベントはこちら。詳しくは QR コードをどうぞ。5月はグループ展備前細工物の今、三洋百貨店美術画廊にて5月24日から30日まで開催されます。出品者は総勢14名。
現代の備前細工物の様々なバリエーションがご考覧いただけるかと思います。ぜひ。6月は個展、ありがたいことに毎年この時期に銀座で開催させていただいております。現在制作中は帯の花入れ、定番品ですがやりたい模様があるので作っています。さらっと作り方をご紹介。墨汁で帯模様のあたりを描いて和がんなで削る。直線を意識して削る。ためらいは禁物。徐々に面を整えていきます。大まかに削っていくのは金属の硬いプレート。削る深さの違いが大事。細かいところはさらに細い和がんなで削っていきます。最も削って薄くなる部分はよく切れる抵抗感のない刃物が便利。歯医者さんの道具も使います。段差をキリッと仕上げる。どんどん面を鳴らしていきます。ろくろ目は不要。彫刻刀も使います。かけ破りで網代模様を描く。直行するように描いていきますが、どうも市松っぽい。口を開けます。まっすぐなラインを意識。口の開け方で印象が決まるので、ここは大事なポイント。バリは落としておきます。底の仕上げは小備前に習って3方向から削っていきます。で完成。しばし乾燥させます。乾燥時間はご飯の時間。先輩陶芸家の畑より直送された分け木、きれいに洗ってからし酢味噌を作って、時間差で茹でてあさりと一緒に焼いて、はい、ほら美味しい。焼成の実験もやっています。6月の個展には出せるか。さて7月はとまあ続くわけですが、下半期はまた別の機会に。草も生えてきたしね。それでは皆様、どこかでお会いいたしましょう。チャオ。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。